しかしまだ信じられんな。本当に俺の体から奇跡が出てきたのか。近くで見てた僕だって驚いたよ。でももう受け入れるしかないと思うな。そうは言うが、前に司祭が話してくれたこの国の伝承をお前も覚えているだろう。確か異界から現れし英雄こそが覚醒の鍵となる奇跡を持つって。そうだ、英雄だぞ。俺はそんな大層な人間じゃないんだがそうかな。この世界に来る前からクロムはすでに英雄だったと思うけど。やめてくれよルフレ。イーリスの状況を思い出してみろ。もし俺が本当に英雄なら、イーリスのみんなはあんなに苦労していない。俺にもっと力があれば。過去はともかく、僕が出会った時の君は何もしていないなんてことはなかったよ。みんなを守るために全力で戦っていたじゃないか。そんなクロムのことを人々も自警団のみんなも頼りにしてたはずだよ。しかし俺はイーリスが抱える問題に対して明確な答えを見出すことができなかった。前の戦争以来みんなが苦しんできたが、その間俺は何もできなかったんだ。それどころかいつもみんなを心配させて迷惑をかけてばかり。情けない話だ。迷惑だとか情けないだとか、そんなこと誰も思ってないよ。目の前に倒れている人がいれば助ける、それがクロムのやり方なんだろう。あの時素性のわからない僕をわけもなく信じて助けてくれたように。ああ、誰に何と言われてもこのやり方しか俺にはできない。そんなまっすぐなクロムだからこそみんなも信じたい、支えたいって思うんだ。これは試験だけど、英雄とは完璧な人間という意味じゃない。周りの人を巻き込んで導いていく存在、そういうものこそが英雄だと思うんだ。裏を返せば周りに人がいなければ英雄もただの人ということか。うん、そういう解釈なら十分クロムにも英雄の資格はあるだろ。確かに俺は一人では何もできんからな。そこは自信があるんだね。事実ルフレにも随分助けられている。いや、助けられているどころではないな。俺にはお前という存在が必要不可欠なんだ。もはやお前なしでは勝てる気がしない。そこまで言われるとくすぐったいけど、そうやって仲間を信じてくれる君はやっぱり僕たちにとっての英雄だよ。だからこの世界に来てクロムが英雄に選ばれたことを僕は誇りに思う。ならば俺も英雄と呼ばれるにふさわしい人間にならなければならんな。まずはこの国の危機を救うことからだ。ついてきてくれるなルフレ。もちろん、君の目指す未来が僕の歩む道になる。お前と俺は互いの半身、一心同体だ。ああクロム、僕が君の背中を守ろう。